はい、こんにちは、スクーティワカメと申します。それでは今回は単発の耐久ですね。制作者さん自らリクエストくださいました、こちらアイワナミュージックオブドリーム遊んでいきたいと思います。なんとね、この耐久乱数がないということで、なんて素晴らしいんだ。もう僕はね、乱数が苦手でしょうがなく、なので今アンダワーとかね、六兆年とか積んじゃってる耐久が大体乱数の化け物たちなんですけれども、やっぱね、パターン構築していく系は死にながらも前進できるんで、すんごい楽しいんでね、すごく今から楽しみです。というわけでやっていきましょい。狭いな。じゃあ何の曲なんだろう。ん、あう、あ、これ待って待って、食らえるやつ。なるほど、あう。でもできれば食らわずにクリアしたいな。まあそんなこと言ってるとね、本当になんか縛りプレイみたいになっちゃうから、まあちょっと待ってって、最初でいきなりもう食らうと思うこれ。はいはい、完全に赤に引き取られてたわ。おっ、あう、これ何の曲なんだろうな。なんかシンフォニアの橘響みたいな感じでも全然違うけど、ちょっと似てるかなとも思うんですよね。で、せめて歌詞には入ろう。パンパン来るでしょ。あう、はいはい、待って待って、あう、うーわ、背景が変わるタイプなのか。パンパンが来る、あう、あ、当たんなかった。いや、なんでそこで食らう。ちょっと待って、やべ、なに、いやそんな気はしたよ。パンはこれ飛ばない方がいいのかな。あ、飛ばないでいいですね。で、ちょっと待ってくれ、やべ、うわ、食らった。はい、ほう、で、はい、ちょっと待ってよ、2周目ね。はい、なんじゃそりゃ、ちょっと待って待って、なんだかんだ言ってる。あう、ちょっと、それはどうすりゃいいんすかね。あれ、2回目は飛ばなくていいのかな。1回目は多分絶対飛ばなきゃダメだと思うんだけど、待ってよ、はい、オッケー。で、次は飛ばない。あ、ダメだ、待ってよ、こっから初見だからな、少しでも先見て死ぬ。オッケー、サビですね。どんな感じ。はい、なるほど、ずっと、ちょっと待ってよ、はいはい、もうちょっと待ってしか言えなくなりそう。あはは、死んだよ、くそー。ほっけ、まさかの2位残して2人迎えられっかな。おっしゃ、絶対来ようサビ。はい、飛んで何回か飛んだらもう何もしなくていいんじゃない。待ってよ、怖いなこれ、あぶね。はい、オッケーオッケー、これ今回で決めよう。はい、あぶね、あぶね、もう飛ぼう。よし、これで最後かな。はいはい、あう、びっくりした。はいはい、あ、また広がっってるな、やばい、お、うわ、2番ある。あマジで、となると話は全然変わってくるな。ノーミスとか言ってらんない、もう。どんな感じなんだろうな、やべ。あ、でも最初のやつに似てるな、またあれ、ちょっと、うわ、やべ、うにゃもうマジでか、これは強敵かもしんないな。はい、もう一発食らったら死ぬんだけど、少しでも先見て学習していくしかないから、トライアンドエラーを繰り返せ。はい、中に入っちゃう。で、やべ、危ね、どうなる。はいはい、こういう感じね、ふわふわがバウンドしやがると。オッケー、サビ
こういう感じなのか今度サビ。あ飛ばなくてよかったやつ。少しずつ進歩してる。とりあえず2位残ってっから1回は当たれる。はい、サビ行こう。はい、で下手に飛ばない方がいいっぽいけど、なんかちょっとやべ、もう使っちゃった。よし、なんだこれ、ちょっと、うーわ、あーこれ実狙いですね。じゃあうまいこと飛べばなんとかなるかな。オッケー、まさかのノーミスだったのに食らった。くそ、いやちょっと待ってよ、動揺してる。せっかく3残していったのに。下手にやっぱ飛ばない方がいいかなこれ。よし、で、はい、タイミングよく飛ぶ。やべ食らった。はい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 、よし超えた。どうなる、なんだこれ、ちょっと待って、やべ、待って、無理だよそれ。うーわ、あの感想をちょっとパターン見るためにもここで食らうわけにはいかない。2位残していく。はいはいはい、ここは落ち着いてやればいける。よし来たぞ。でこれ、あやっぱ時期っぽいな。だからうまいこと吐き出させれば、やばいってそれは。ちょっと待って、もうもう次食らったら死ぬけど、何回かやってほんとパターン構築するしかない。どうするここ、やべ、うーわ、全然わかんない。とりあえず引きつけて、はい、あー高く飛びすぎるのダメだな。で待てよ、はい、オッケー、いいよ。やべ、もう一回やった。右端で、で左で飛ぶ。で次この辺、やべ、はい、オッケー、食らってない。はい、やべ、うわ、もったいない。やっ、ちょっと待って、無限ジャンプ、やばい、初めて来た。この後大サビなんだろうな、死にたくないぜよ。うん、やばい、終わって早く。最後無限、あ無限ジャンプじゃない、やべ、ちょっと待ってよ、ふわふわでは終わんないでしょ。嵐の前の静けさなんじゃないこれ。やべ、あぶれ、にゃっちゃもう、うーわー、もうちょいなんか右行っちゃえばよかったな。今の端っこいんの失敗ですね。いい曲だな本当に。あと一回当たったら死ぬけどさ、とりあえずここはまあそんな死ななそうだから、やべ、次の大サビ次第ですね。待ってよ、なんか左戻れなくなっちゃった、やばい、やばいって、もうやっぱこれ左端にいないとダメだな。オッケー、ここは越えよう。まずはい、結構じっとしてて大丈夫かな端っこで。はい、オッケー、で、はい、いいよ、悪くないよ、悪くないよ、よく見ろドライアイ。はいはい、よし、やばいの来たなこれ。ちょっとあかんて、死ぬよ、ちょっと待って、無理無理、なんか言ってっけど、やうわ、最後これやばいな、やばい、この時点で1だともうダメじゃないかな。これノーミスでいける気がしないんですよね、やばいって。にゃー、避け方があるんだろうけど、はい、どうやって避けようこれ、やばいって、あかんあかん、もう千載一遇のチャンス、まさかのノーミスでここまで来れてるんで、おっしゃ行くぞ。え、おい、ちょっとまさかの枠、あ動けなくなっちゃった、おい、これ
ここにいれば当たんないってことないもんね。もう殺してくれ。くそ。でもやっぱりここまでノーミスできて最後ゴリ押すしかないんじゃないかな。もうそれしか突破できる方法がない。やべ、うわ、落ち着きだと思うけど、もう星になってんのキットくんだから、さっきから。よし、とりあえず3残しなんで。やべ、もう食らった、もったいない。おい、せっかくのチャンス。はい、にゃっ、やばい、耐えろ耐えろ、やべ、はい、にゃっ、まだある。うーわ、ダメだ、もう作戦っていうほどじゃないですけど、ほんとこれノーダメージで3残した状態で2回当たれる状態で大サビに行く、でそれでゴリ押すしかないです、多分。今の俺ではノーミスではいけない。行くぜ。あ、大好きも大嫌いも全部本当の私なんだ。スタートラインを飛び越えた、あの日から今も同じ夢を見ている。傾き出す太陽に、はいはい、追いつきたくて走るよ。心にしまいきれない思いがある、憧れに震える、音が生まれる。 OK、 とりあえずここまでノーダメで来れれば2番はそんなに難しくないんで、ノーダメ維持でいけると思います。問題は感想ですね。はい、でもう一丁飛んで飛んで、よっしゃ、そろそろ決めたいな本当に。はいはい、オッケー。ちなみにあのこのアニメの元ネタなんですけど、全然ねシンフォニアなんかじゃなく、あのアイカツっていうアニメらしいです、のオープニングの曲かな。はい、さあ行くぞ2番。ああ、やりきれない日もあるさ、頑張ることは楽しいけど、綺麗な夢に疲れたなら、思い切り声を上げて泣いてみようよ。間違いを知らなければ本当なんて見えない、弱さを隠す理性は捨ててしまえ、感情に揺らめく歌が始まる。未来を走る背中に、いつかの約束に胸を張れるように、私らしくいよう。追いかけてくる光を導く人になれ、新たな幕開けはすぐそばに来ている、信じた道を行け。来たぞ、何回もやってんだから。まずは右で上、はいで飛ぶ、はい左行って、はいここになれ、はい、よし、いいよ。でこの無限ジャンプはよーく見てれば当たんないから絶対大丈夫。ただもう歌ってらんないから真面目にいく。はい、ちなみにもう歌詞も覚えるわっていうぐらいやってるから、そろそろもう決めたい。はい、マジここの背景かっこいいっていうか綺麗だな。もうおっしゃ、大サビですね、決めるぞ今回マジで。はい、で端っこでいい、こいつを飛んでやり過ごす。で次また来るから、はい、で端っこから右に、でもうこれは基本端っこ目でいい、あんま真ん中いかない。来るよ、はい、よし、できればあんまり食らいたくない。まだこの後もあったから、いやちょっと待って、危ね危ね、悪くない悪くない、あわよくばノーダメージで、あ、やっちゃった、やばい。
ちょっと待って、危ねえ。早く終わってくんないもん。やべ、うわ、やばい、死ぬかもしんないこれ。ちょっと待ってよ、やばいって、うわ、ちょっと待って、危ねえ、死んだかと思った今の。いけ、よっしゃー、やっとクリアした。うわ、結構むずかったな最後。いや悔しい。とりあえずタイトル画面に行きますか。じゃあ、はい、というわけでタイトル画面の方にですね戻ってまいりました。いや悔しいね。あそこまでノーミスでいけるんだったらなんか最後までねいけるんじゃないのって感じするんですけど、ごっそり削られた最後。悔しいけど、まあクリアはクリアです。一応今の僕の実力ではノーダメージは無理だったっていうことで、まあ本当制作者さんもねおっしゃってた通り乱数がなく、ほとんどもうパターンとあと時期ですか、なんでやってればね避け方も見つかるのかなとは思うんですけど、いかんせんね最後の大サビは試行回数がそんなに多くないんで、ほんともうゴリ押すしかなかった。なんだかんだで5時間近くやってたんで、そりゃ歌えるようにもなるっていうね。いやしかしリクエストをくださいました千時間数さん、ありがとうございました。すごくね面白い愛話な面白い耐久と出会わせていただき、さらには名曲と出会わせていただき本当にありがとうございました。一応これにて愛話なミュージックオブドリームはクリアということになります。まだまだいろいろな愛話なプレイしていきますので、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。まあもしかしたらね動画にはしないですけど、ノーミスクリアをね目指してまた挑戦するかもしんない、この曲に関してはっていうぐらいね面白い単発の耐久だったと思いますので、ぜひね興味ある方皆さんもプレイしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。